どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあ、やっていきましょう。東京ドーム乗り込んできて、巨人戦です。3連戦頑張っていきましょう。内海との投手、内海との対戦ですね。いきまーす。まずは、ここで本当にだから、今、首位と10ゲームぐらい差があるんで、ここで少しでも、理想は3連勝で、最大ゲーム3を縮めると。それが理想かなと考えておりますね。今、頑張ってやっていきたいと思います。行きましょう。もうここぞとばかりにね、畳みかけておかないとダメですよ。チャンスは生かす。そう、それでこそ、プロですから。行きます。おー、いきなりチャンス来ましたね。ヒットを出まくりだ。じゃあ、ここはミート打ちでちょっと、やっぱ、確実に点を入れましょうか。うん。ここはヒットで。で、長打コースになればラッキーということで。魔球持ちか。なるほど。せい来た長打コース抜けろよーしよ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 し帰ってこい帰ってこい帰ってこいうおーりゃーあ、ちょっと暴走だったーあーやだやだやだいやーやってしまった。しかもよく見たら内川はじめくんいるじゃん。あららら、なんというちょっと。いいじゃないですか、ちょっと夢があって。7番ファーストなんだね。はい、チャンス来ました。お、進塁させれば OK。ちょ、これもミート落ちていきましょうかね。うん。むやみに強振しない方がいい。多分難易度今上がってるから。せいうわああ、いいよ。これは、ああ、出しちゃったよいしょこれ成功あ、失敗でした。バントでもしとけよかっただったら。でも4番がバントっていうのもなんかさすがに味気ない気がするんだよな。まあいいや。さあ、第3打席来ました。チャンス。追加点を入れろと。来いや、来いや。思いっきり打ってやるぜ。ボールよっしゃ、いい球入るよ。なかなか。よっしゃ、ボールいいね、いいね。ツーノーか。あ、ストライク。タイミングさえ合えば打てる。俺は。いけ、やれる。今だあ、スロースクリューいい球投げる。せいったースロースクリューどっから声が出る。あ、1点返された。ちょっとまずい。うおー、追いつかれた。おいおいおい、だーなんだとー、これが巨人の真骨頂といったところですか。マジで言ってる嘘だろ。うわ、途端に巨人崩れたぞ、急に。巨人じゃねえ、阪神投手陣。よっしゃ、来た、オッケー、ちょっとコース、よーし、よーし、出た出た、おれやー、うおー、よいしょ、来ました、イエーイ、さあ、どうする、終わっちゃったよ、はい、いや、ちょっとまずいですね、でも一応、マルチアンダーしたからいいとして、ちょ、ホームランはやっぱね、狙わないとダメだよね、4番で考えたら。チャンスでこそやっぱホームラン。よし、今度は強振していこう、思いっきり。うん。内川が8号ってあんま打てないんだな。まあ、いやいや。ほい、ミッションコンプリート。いただきました。はい。かなりポイント溜まってきましたね。あ、能力上がりましたね。あ、これはどうなんだろう。まあ、いや、よくわかんないけど。評価が徐々に上がってるのありがたいですね。はい。そして、でもあんまりヒットばっか打つのも仕方ないんで、思いっきりだから、フルスイングしないといけないですよね。ちょっとちなみに今、あ、まだちょっと、安打数は打率2位で、リーグ2位ですね。ちょっと1位がいるってことなんですよね。なるほど。特殊能力。流し打ちゲットしておきましょう。うん、着実に増えてる。あ、ブルーヒッター。これ、引っ張っただけは切れにくい。これ、ちょっと、手に入れておきましょうか。うん。あ、家で。うん。まあ、これ、このプレイターが基礎出るか強度出るかは分からないですけど、多分だから切れないとなると、結構だから、だから引っ張るのであれば、レフト線へのこう、ツーベースとかが結構長打コースが出やすくなるんじゃないかなっていうところがありますね。思いっきり引っ張っていいでしょう、これからは。あるいはだからうまくポールを巻いてくれれば理想ですけど、まあ、それはもう、見ていくしかないですよね。行きましょう。うい。あ、いきなりホームランで。あ、先生いいじゃん。そう、勝ってこいよ、徐々に。はい。41本ですね、現在。注目のルーキー。まあ、ここまでそれ打ってれば注目もされますよね。菅野、思いっきり強振でいきましょうか、ここは。真ん中来た！どう？違う！スローカーブでした。まあ、いったな、ちょっと思いっきりフルスイングで。うん。さいっ！あー、ストレート！ミート落ちていきまーす。やばい。なんか評価、能力下がってる。まあ、いいや。よいしょ！うわー、なんだ、サイ！すげえ映らなかった、今の。ナイスビストピッチか、今のは。はい。2点じゃ足りないから、巨人相手に。いつ、もう、その上行かれるか分かんないですから、これは。せいあ、くそ、今の今、もうちょっとタイミング早くか。
間違えましたね。ステイッ、あ、フォーク、ストレートを生かさないと。俺変化球苦手なんですよ。うわあやってしまった。それ一球はボール加えるよね。まずいまずいまずい。第3打席。やばい。ちょっとホームランって点差。ホームラン狙えと。わかったよ。今2三振のこの僕にホームランを狙えというか。わかりました。いきますよ、じゃあ。スローカーブか。スローカーブでいい球持ってるんで、あとフォークとかもあるんですよね。フォークじゃない。スローカーブでした。ボール。相手絶不調なんだよな。だからちょっと、そこはボール。はい。ストライクが来た、もうストレート高めでもいいから来てくれたところ叩く。うわー縦スラか。フォークじゃなかった。失礼しました。さあどうする。右手落ちかな。やっぱりちょっとごめん。強振は無理。うわー、やばい。3三振。ちょっとまずいぞ、これ。変えるな。変えてきて変えられちゃったー。あ、でもこのまま試合勝てばいいよ、最悪。うおー、マジかー、おお、マジですか、おい、マジか、おいおいおい、まさか、まさか、ちょっと、あ、終わっちゃって、うそ、せっかくのチャンスを。やっぱり3点じゃ足りないのかな、巨人相手じゃ。はい、勝てませんでした。難しいですな、やっぱり。まさかあの土壇場で追いつかれるとは思ってなかった。はい、9回裏で3点だもんね、見事に。やられたよ、でも全然ダメでした、今日3三振。くっそ。じっくり調整、はい。おー、盗塁、なぜか盗塁、下手になった。なんで盗塁なんだかわかんないけど、まあいいや、はい。ちょっと最近まずいですな。はい、そして、巨人戦ですね。4番サード、もっとちょっとやばいですね。あ、もう中盤戦か、ってことは、だいぶ、来ましたね。なるほど、なるほど。話数はどれぐらいいってんだろうね、ちょっとわかんないんですけど、自分でも把握してないから、何話までいったか、みたいな。ようやくだから、中盤まで、今、オールスターのが見えたんでね。だから、ちょっとそうだね。これからも頑張っていかないとですよ。行きましょう！おい！東京ドームから。まず、だからそうだね。考えてみればもう、中盤、もう、序盤で40本打ってるとなると、結構すごい記録ですよね。もうだから、これ以上はわかんないけど、おい、あ、いいチェンジアップ。杉さん、やべえな。うりゃ！来たー！甘い球は逃がさない。出ました、42号。今のは完全に反射神経で打ったと言っても過言ではないですよ、皆さん。いただきました、イエーイ。よし、1回で3点入れましょう、一気に。さあどうする。いや、今のは明らかにちょっと甘かったね、低めに。よーし、やっぱ強振にしといてよかったと思いましたわ。あ、いやいや、1点いきなり返される。でも大丈夫。うお、マジか。あれ、点差ってなんだっけ？いただきましょう。こいや、こいや、思いっきり打つぞ。打つぞ、打つぞ、おりゃ！ちゃん、やばい、間違えた。さあ、どうする？うい、ボール！うっしゃ。ワンワンですね、今。あー、今、ウルフルよかったか？ちょっと間違えましたね。よいしょ！あー、さあ、センター前か？おーっと、ピッチャー落とす！いやー、やべえ！くっそ、今、抜けてくれた方がよかったぜ、今。止められるとは思わなかった。あー、追いつかれた。早っ。あっさり追いつかれちゃうの。あ、チャンス来た。勝ち越してん。これミート打ちかな。いや、あ、ツーアウトか。ヒット欲しいからな。点数欲しいからミート打ちかな。でも相手逆に、杉内さん一発持ちだから、これは思いっきり打った方がいい気もする。いや、ミート打ちだな。打てる気がしない。いけると思ったら強振しますわ。うわ、いいチェンジアップ。いいチェンジアップ持ってんな、本当に。まずいな。うわー、しまった、ボール球じゃないか。やってしまった。まずい。これ逆転されるぞ、この流れは。お、よしよし、いよいよ。1点守るよ、これ。進塁させれば OK と。行きましょう。今、打率がやっぱかなり下がってんな。5割9分ですって。いやー、157キロ、早い。マッソン、一発持ちか。じゃあ、もう一回ストレート来いや。うわー、チェーン、スプリット！ボール。よし、157キロ、早いね。反応しないと。セイッ！あー！ボールだった。ストレートだと思ったね。まずいな。ちょっと1点じゃ逆転されちゃうぞ、普通に。あ、第5打席。はい、ホームラン点差。じゃあ、強振しましょうか、もう一気に。来いや、来いや、フルフル。さあ、どう来るかですよね。引く、もう俺のバカ、何してんだよ。これダメですよね、こういう当たりしたら。でも、勝てる。このまま、このまま。よーし。よし。傷は浅く済んだといったところでしょうか。これでとりあえず、一勝一敗一引き分けで、なんとかちょ、巨人戦を終えたので、イーブンですね、これで。ゲーム差で言ったら。
変わらない形となりました。危なかった。でも、せめてちょっとまあ、ひどい目に合わなくて済んだ。まあ、杉内さんからホームラン打ってたのは収穫なんじゃないでしょうか、ある意味ね。はい、いただきました。えい。スポーツニュースの時間ですと。はい、スピスポでした。チームとしてはどんな感じなんでしょうね、今、名古屋です。はい、中日の3連戦もう今日からね。4番サード、ちょっと待ってもいただきたい。能力とか、ちょっと、走力のなんかね、すごい溜まってるんですよね。克服しようかな。一応、はい、じゃあ、盗塁、あ、怪我しにくさ大事。で、盗塁も良くしよう。あ、待った。これリセットしよう。リセットで、はい。これ、走塁良くした方がいいな、これ。走塁、まるで。走塁ゲットで。よいしょ。はい、マックス。守備力もなんかあった方がいいな。せっかくだから。なんかあるかな。救い取り。バックハンドトス。逆シングル。どうしよう。迷っちゃうな、これ。でも、とりあえず、まあ、あ、いや。よいしょ、ほい。補給 C にしといて、ちょっと戻って。おい、オッケー。これオッケー。一応ちょっと上げときました。あ、でもサードのこれも上げとくかな。ほい。D。マジだ。おー、よいしょ。で、ファーストも一応 E ぐらいにしとこうかな。よし、これでいいや。おい。結構使えたんじゃないでしょうか。ちょっとね、せっかくなんでこれ次回へ行きたいと考えております。次回もお楽しみに。じゃあね。